では、3本取りラスト、すの札でございます。こちら、裾の穴がし赤城山でございます。赤城山の信仰ってすごいこう昔から続いているもの、はい、まあ、最近のことじゃなくて山岳信仰も含めてですけど、はい、あるんだなと思って、なんか私なんか一時聖地巡礼を取材してる時あったんですけど、なんか赤城山は聖地になってるって話聞いて、カンコレってあったじゃないですか、アニメで、はいはいはい、カンコレの聖地になってるって話聞いて一回伺ってみたんですけど、なんかすごいこう絵馬にいっぱいカンコレの絵が描いてあって、なんか戦艦が女の子に擬人化してるような感じの漫画ですよね。なんか空母赤城っていうのが昔その戦時中あって、で実際その空母赤城の中に赤城神社が祀られて、船内神社っていうらしいんですけど、艦内神社、戦艦の中にある神社に赤城神社が祀られてるっていうゆかりがあって、結構そのファンの方が空母赤城のファンの方、空母赤城のファンって言っちゃうんですけど、アニメのファンの方とかっていうのが結構来たりしてて、まあ、実際その館長の方がお参りに来たこともあったらしくて、まあ、やっぱりその当時のそれですよね、戦艦の名前になるぐらいやっぱり赤城山信仰っていうんですかね、赤城信仰って、まあ、本当日本人にとってもなんですかね、こう一般的だったというか、まあ、浸透したものなんだなっていうふうに思いますよね。日本人の山岳信仰の元って何ですか？何ですか？山ってなんですかね。もう本当元は例えば木とか樹木とかに対する信仰とかもあったりすると思いますし、あとは修験僧の方がベースになってこう信仰が山岳信仰発展していくところもあるし。なるほど。群馬はそうですよね、山岳信仰盛んって言っちゃあるんですけど、大体の山にありませんか。穂高もあるし、春名もあるし、山岳信仰あるし、まあ、妙義だってありますよね。大概山と神社ってこうセットになってるなっていう印象が。俺この間それで林業家の方に聞いて面白いなと思ったのが、林業しながらたまに思うのが、その自然、山を見つめながら、やっぱり自然にはかなわねえなって思う。そうですね。でこの人間っていろんなものを文明で発展させてきて、思い通りにさせてきたけど、やっぱりどっか手の及ばない、叶わないものがあるなって感覚を持ってることがすごく大事じゃないかって、その人言ってて、それをね、結構深く刺さってね、だから三国信仰って多分そういうところありますよね、人間の手の及ばない山っていうもう大きいものっていうね。今なんか本当御朱印とかってブームだったりするじゃないですか。はい、ああいうのもやっぱりこう神社とかそういったその非日常みたいなところに行って、やっぱり自分を振り返る機会っていうのが、まあ、やっぱり今の人たちすごい大事に、なんか本能的に、大事に思って、はい、御朱印は一つの手段なんでしょうけど。御朱印一つの手段ですよね。それ分かっててやってる人どんだけいるんすか。みんな目的になってませんそれ。私はめちゃくちゃいいこと言う。本能的には分かってるんだと思う。いやそんなことないだろう。なるほどね。集めに行ってるんですかね。あら手段。そうなっちゃってますよね。いやそうでしょ。だからそれこそ美味しいものを食べる手段とかだったら分かるけど。なんていうかその信仰とかそういうところのなんか手段っていうふうにはなってない気がするな。なるほどね。面白いな。皆さんあれですよね、こう私とか武家さんみたいにちょっと北の方の人間だと、はい、赤城山に対する思い入れがそこまで強く、まあ、どっちかというと谷川とかね、穂高とかそうですね、小持とか身近なんですけど、なんか前橋とか前橋とか伊勢崎とかあっちの人からすると、なんか自分家から見える、うちの地域から見える赤城が一番いいっていう赤城山見え方論争みたいなのが。結構あって待ってください、大げさにしないでください。論争レベルであるんですか。いや本当にもうなんか喧嘩ってまで言われて、まあ口論レベルでなるんですよね。なるんですね。それけどやっぱ縄文新聞社の人って、まあ、あちこち行ってるからなおさらかもしれない、いやなんか自分の住んでる地域なんですよそれが。へえ。いや伊勢崎から見た赤城が一番いいとか、堺から見た赤城が一番いいとか。そういうの聞いたことありませんか。ないですか。いや俺は正直だから自分の中ではここの見える赤城が一番綺麗だなとか、綺麗だなというか、ここで赤城がこんぐらい見えたら冬だなとかっていうのはあるんです。そうです、そうです。季節もそういうあるある。僕も浅間山の方になるんですけど、長野原のカルタ巡ってた時に、やっぱり地元の方何人かにお話聞くと、やっぱり自分はこの場所から見る朝間が一番綺麗に見えるとか、やっぱりあるんですよね、そういうのがね。でもさっきの話じゃないけど、そこを大事にしたらその先には山岳信仰ありそうですけどね。いや、そうだと思う。そうだと思う。なるほどね。考えさせられるポイントですよね。それはね。特に赤城ってなんか裾野が広いから、その山の形もなんかこう確かに伊勢崎から見た形と前橋から見た形違うんですよね。赤城の形って。なんかやっぱりこう特別に思うところはあるんだろうなっていう。どっちが綺麗かって言われたら私分かんないんですけど。いやけど差があることがすごいからやっぱちょっと今度それはやっぱりすごいと思います。見てみます、ね。なかなかない。場所によっての見え方のそういうので言い方が違うってのはやっぱあります。その赤城もそうですけど、うん、和田さん、あれ、三峯山ってわかります？沼田市の方ね。頂上のところがこうはげてて、はいはい、ここからパラグライダーとかが飛ぶようになってるんですけど、うんうん、沼田市内の方はやっぱ三峯山っていう方多いんですけど、うんうん、昭和村の方から見てる方は、うん、こたつ山って呼んでるんですよ。あ、こたつっぽいってことですか？そう、こたつっぽく見えるんですって、そこからだと。なるほど。だから、三峯山って言って通じなかったことがあって。だから、そういうのもあるかもしれないですよね。面白いね。けど、当たり前になってるけど、この山に囲まれてる群馬っていうところを改めて考えてみるきっかけにしてみてもいいかもしれないですよね。そうですね。それはそうだと思いますね。だって、これが要するにあなたの町から見えてる赤城山じゃないぞっていうことですもんね。そうですね、そうですね。これが知らぬ間に前橋から見える赤城山を我々は刷り込まれてる可能性があるわけですよね。そうです、そうです。もう悠々しき時代ですね。いろんなところから赤城見てみて、マイベスト赤城、ビューポジションですね。それがまたね、信仰につながっていって、群馬県民のアイデンティティにつながっていくわけで、儲かった冥利に尽きるなっていうことですもんね。うん、確かに思います。なるほどね。ちょっと早く赤城山を見てみたくなりましたね。そうですね。では、じゃあ、今週最後、酢の札でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いい名が続く。